間に合ったって言って間に合ったよねギリギリ、よかった。こんばんは。見てこの急いだ感のある髪型よかった。そう、変えた意味、まあ、5分だけ変えたんだけど、ほらもしかしたらさ、星集めとかさ、時間に合わせてさ待っててくれた人もいると思うから、あんまり変えたくなくて、1分遅刻許して、カトケン許して。気持ちはダッシュした、本当にダッシュしたし。ということでちょっとね、ガバコイって何ですか、笹さん。ガチなんですけど、ガチですよガチ。いやー、お腹すいたねみんな。ね、早速ありがとう。ちょっとこっちにしよっかな。ほらいつもさやんない、これがサイドポニーテールだ。ややこしい、サイドっていろいろつくよね。サイドポニー、サイド、サイド、あとない、サイドポニー、サイドツイン、いろいろ言い方あるからさ。よいしょ。恋心がガバガバです。恋心は、その恋心はミカルンだけにしてね、他の子にもガバガバはダメだよね。リンゴ、いや気になる、 NP 持ってこようかな。あ、ここにあった。あ、オリフォンもあった、素晴らしい。よいしょ。ねえみんなお腹すいたね、何食べる今日の夜ご飯、何食べよっかな。もうでもね、なんか置いてあったな、多分ね、みくるん星谷家はね、今日はね鮭かな、お魚置いてあった気がする。後で食べるんだ。これでいてて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 、いてててててて、引っ張られてる。半袖、まさかのカーディガン脱いだら半袖っていうね。ちょっとここにマシュマロがあるからマシュマロ食べていい？大好きなマシュマロ。今ミクルンがハマってるものって言ったらマシュマロ、あとチョコバナナ。マシュマロ大好きなの、もう匂いから大好き。あーめっちゃ美味しい。マシュマロめっちゃ美味しいね。うん、ちょっと花火上がっちゃった、マシュマロ食べたら。これは20万のだ、ありがとう。ありがとう。ちょっとマシュマロの時に花火上がっちゃってごめんね。マシュマロとこの後チョコは食べないよ。あ、食べるんだ。アドベントカレンダーで食べる。みんな今日何食べてんの、夜ご飯と何食べる予定なの。あ、ざわちゃんさんだ、また来ちゃいました、待ってたよ、こんばんは、待ってた。みんなこんばんは、たっくん、星羊さん、みんなこんばんは。とんかつ、いいなとんかつ、めっちゃ美味しそう。インスタントの塩ラーメン美味しいよね、塩。え、カトケンお寿司食べてんの、ずるずるい。ミニルンにもさ食べさせてよお寿司。ピノヒラさん、今僕の iPad のホーム画面はサイドポニーのお花も、あ持ってる写真、え、あれ気に入ってくれたの、嬉しい。マリオさんだ、ポシタニさん可愛すぎるんですけど、マシュマロ大好きなんですよ。マシュマロとチョコバナナ、ミクルンが今ハマってるものは、
全部甘いんだけど。マシュマロとチョコバナナですよ。あんたさん、しんごさん、みんなこんばんは。山本たくみさん、ひろあきさん、こんばんは。あ、ひろあきさんはね、煮込みラーメンだって。絶対美味しいラーメンね。ちょっと私ね、後楽園行きたいんだ。可愛くてごめんと。自分の声が流れてるの、ももみく。信じらんない。不思議な感じ。行きたいな。めっちゃ美味しい。いや、マシュマロいいよね。でもマシュマロはね、星谷はココアと一緒にね、ココアに入れて飲んでたから、マシュマロだけ久しぶりに食べたけどめっちゃ美味しい。でもダメ、夜ご飯あるから止めて誰か。あ、リサちゃんだ、こんばんは。一日の終わりの癒し、やったー。そう言われると嬉しい。かわいすぎる。ありがとう。水がねさん、モグルン。モグルンだった。タカネコの YouTube 企画で、マシュマロ何個詰めれるかやりたいな。やってみたいな。オレンジさん、ネルさん、タカヒロさん、みんなこんばんは。あ、ポトフだって、ゴマプリンク。え、いいね。ポトフ大好きだよ。あったまるよね。めっちゃ温まるよね、ポトフ。良いな。アド弁当、ね、アド弁当だから弁当。加藤健、お弁当じゃない。アド弁当。ゆうきさん、こんばんは。あ、正午カツカレーだって。美味しそう。カップ麺の人もいる。カップ麺の人は、あのミクレンがオムライスを作りに行く。納豆、納豆いいよね。納豆体に。お肉だってみた。やばい、みんなの聞くだけでめっちゃ全部食べたくなる。おいしそうだね。いいなー。焼きそばを家族分、え、吉富さんが作ったの。いいじゃないですかってやばい話し方。いいね。お料理できるんですか。お料理できる男の子、男性いいですよねマシュマロ食べてチョコバナナ食べてカレンダーのチョコ食いすぎ。あ、でも別の日だから、別日。チョコレートは1日1個これだけ食べて。あ、いつきだー。サイドテールで、サイドテール、サイドポニーテール、サイドテール、ありがとう。プロフィールにミクルン載ってた名前、ブレチミー。あ、僕の家ミニルンいない。なんかさ、グッズさ、クリスマスとかさ、ライブでもうすぐだもんね。グッズとか売らないのかな。欲しいなぁ。もしたに自分のアクスタ大好きだから欲しい。まだ1種類しかないよね。夜ご飯はキノコハンバーグ。めっちゃ美味しそう。美味しそうだね、マレオさん。ハンバーグいいなぁ。まだ食べれてない闇から決めておくれってこと、じいさん。じゃあ今日のゴッドじいさんの夜ご飯はミクルンが作ったオムライスでどうやって食べに来る。何が、なんか決めてって言われたらオムライスって言っちゃうよ。ピノだって。え、寒くない。ピノ、みんなこんばんは。あ、ももさん、こんばんは。また来ました、ありがとう。こんばんは。麦さん、こんばんは。え、でもね、ちょっと本当にね、もう今日のビジュはね、朝9時とか10時ぐらいに学校でメイクしたそのまんまに、髪の毛は今ちょっと結び直しただけなの。あとリップ塗った、そのくらい。明日の夜はちゃんとできるよ。なんかね、さっきねツイートして、今日の配信ちょっと35分からスタートで急いでダッシュして帰ってるって言ったら、転ばないようにね、右左見てねってめっちゃ心配された
超心配された。そんなドジじゃないよ、そんなドジじゃない。私はカレー食べました。いいなカレー、カレーいいな。クレープのチョコバナナ食べたい。やば、妄想、妄想だ、妄想で全部食べよう。トマトクリームスープパスタいいないいな。ちょっとみんな一口ずつくれない？一口ずつさ、みくるんとこ届けに来てよ。そしたらもうそれだけで全種類、みんなが今日食べた全種類食べれる。俊一郎さん、もうハンバーグだ、いいなハンバーグ。ハンバーグはやっぱりね、チーズインハンバーグが好きです。星谷さん、アンチファンの時よりさらに可愛くなった？え、さらに？よかった、さらにだって。いや、よかったよかったありがとう。でも今日の朝ね、写真ツイートしたさ、潜在写真懐かしくない？見た？あれみんな見た？ツイッターの言ってたのあれね、衣装、一回あの試着したからまだ2回目とか。そうなんです、緊張した。メンバーともまだ10人ちゃんとあの打ち解けてない、緊張してる時にね撮った写真なんだ。キャラメルマシュマロいちご飴、それ全部可愛い女の子の夢、なんだっけ、でも私が好きなのなんとかだっけ、ちょっと前の歌、前の歌だ焼きマシュマロ好き、焼きマシュマロ大好き。マシュマロ苦手、なんかね人によっているよね。でも私ご飯だったらね、ご飯系だったら梅干し、多分食べず嫌いで梅干し食べれるようになりたい。昨日テレビでやってた梅干しを、ご飯の前に一つ食べるだけで、あの体重が、体重が、そんなに増えないらしいですよ、食べないのに比べたら。っていうのを昨日お風呂で見て、梅干し食べれるようになろうって思ったの。だから梅干しを朝昼夜何かしら食べる前にたった1個食べるだけで、まああれよ、そうその検証した方たちの体重の測定では、結果では、そう、食べないのに比べて食べてる方はちょっとだけ体重が増えるのが抑えられてたんだけど、星谷はどうだろうな。大ちゃんこんばんは。りょうくん、夜ご飯はバイト終わりに、そっか、パンもらえるのいいね。パン、りょうくん何パン好き？メロンパン嫌いな人っているのかな。さっきクリラインの配信つけた、ありがとう。そう、一部ねファンクラブ限定のも見れる。後楽園もねマンスリーゲストだから12月中はももみく聞けるはずだよ。あっくん、もぐら見えてお腹いっぱいです足りないよ、足りないよ。夢結び10万回ありがとう。夢結び、ちょっと待ってね、あれ鏡がないやん。涙袋にうるうるつけよう。鏡がなかったからこっちでやる。見えるかな、見えないかも。よいしょよいしょ。今日の涙袋はどうだろう、大きさどうだろう。昨日はでも、まあいや、どう頑張っても10時とか寝れないんだよね。チョコバナナ夏祭りの時しか食べないやって言ったら3本は食べる。いいね、チョコバナナ自分で作るの。そう、あのね、ファン高猫のさ、ファンクラブ限定のさ、ラブレターでね、この間写真載せたんだけど、最近はもうスーパーに売ってんだよ、湯煎で溶かしだけみたいな、チョコレートとトッピングが一緒に。甘いのどれだけ食べてもいい？やった。あ、歌だ、こんみくるん、つかささんもこんばんは。みくるん見てたらマシュマロ食べたくなったので買って帰ります。お揃いにしよう、マシュマロ。そう、チョビバニーゲームって何？
後楽園がもつ鍋をしてんの。あ、そうなの。ラーメン食べたいな。ラーメンもやっぱ。みんなこんばんは、こんばんは。マックン、お塩さん、勝利初めましてじゃないでしょ。なんで。パパパさん、こんばんは。キリュウくんね、ミニルン欲しいよね。私も欲しい。お料理できる男の子急に増えたぞ。あ、翔太だ。今日はね、サイドポニーだっけ、サイドポニーにした。今ね、最初はポニー手だったんだけど増やした。あ、ずらした。そうなんだよね。しばっちん、こんばんは。はるくんパパ、かつたかさん、しゅんぴーさん、パセリさん、こんばんは。しばさん、しぼさん、こんばんは。しばちん、今日の髪型可愛くて素敵。やった、やらしちゃう。しんごさん、見た、もはや懐かしい。懐かしい、確かに。へえ、そう。でも本当にね、あの宣材写真からね、やっぱりさ、ほら、あと特に高猫ができたてほやほやの状態だったからさ、8月とかやっぱりさ、宣材写真こう公開されてさ、みんなやっぱ見るじゃん、メンバー一覧。この子たちなんだみたいな、気になる子気になる子って決める人も多かったから、よかったね。星ひつじさん、宣材写真どちらも素敵です。右の方、こっち向き。私も配信ね、こっちなんだよね。あんまこっち向かない、引き顔こっちなのかも。こんばんは。第2部候補すぎて、多分豆だから、ま、あ、豆粒の豆見つけよう。そんな中見つけよう。梅干しね、よかった。あ好きですか。あ、ティーが梅干し食べて痩せなかったらブチ切れるわ。え、ミクルンにブチ切れないよね、ティーが。おしめにブチ切れないでちょっとミクルンも実践してみたい、それ。梅干し、そうそう、食後に梅干し食べると痩せるのかどうかいや、見ちゃうよね、ああいうの。でも梅干し苦手、酸っぱいの苦手で、食べれるようになるんだけど、え、何から挑戦するのがいい。なんかさ、昆布、普通の梅、蜂蜜、いろいろあるじゃん。妹のくるみちゃんはね、食べれるの全然。何から食べるの、あ、食べやすいかな。甘いのがいい。小学生の頃好きな食べ物、メロンパン。かわいい、めっちゃかわいいね。でも私も中1の頃は自己紹介でストロベリーパフェですって言って、後から仲良くなった先輩、あ、そんな仲良くなったかな、なんかテニスクラブの体験に行ったので、2,3 回行ったんだけど、その1回目でも自己紹介して、 2,3 回目の時に、あ、いちごパフェ好きな子だよねって言われて、あ、そうですって言ったら、あ、結構特徴あって覚えてたよって言われたねえ、 I love you くまちゃんだ。え、待って、目標達成。え、30万ポイントいった。早っ。だってさっき20万でさ、マシュマロ食べた時20分前ぐらい。ありがとう、たまやーだねえ。ありがとう、フライさんだ。ありがとう、キューピッドくまちゃんねえ、嬉しいね。ちょっと待って、またさ、フライングタワーを言っちゃうかも。タワー送ってくれてるねえ、すごい、フライさん、ありがとうね。長文消してないの嬉しい長文だ、長文さんだ、ありがとう。 I love you こまちゃん、すごいね。私ね、昨日の夜配信終わって、あ、そういえば合計ポイント見てないやと思って見たの、イベントのページから。そしたら昨日でいくつだった、450ぐらいじゃない。今もうさ、550とかじゃない。え、600、すっごいびっくりして、えって声出たの、一人でキッチンで見てたんだけど、え、もうこんな集まってんのって。
え、すごいね、本当にすごい。だからみんな星投げとさ、カウントとさ、もしかしたらさ、ショールームいつも見る線だけど、初めてこうやって星集めとかしてくれたり、タワーとか送ってくれて本当にありがとう。あ、レインボー、レインボーだ、スターじゃない、あ、藤江さんだ。いや、ちょっと、いや、心の準備してなかった、心の準備してないって本当に。ねえ、ありがとう。え、レインボータワーだよねこれね、本当に本当にごめんね、ありがとね。だって私は多分配信してて、1回の配信、イベント始まって1回の配信で10万ポイント一気にね、いかなかったと思うんだよね。本当に嬉しいね。のんたんさんもありがとう、レインボースター。ピコさんハートありがとう。さっきまでみくるんがお話ししてた時に見えてた、ありがとう。踊りさん、あつしさん、レインボースター、ありがとね。としひろさん、ファイトって、ファイト。みんな本当に無理しないでね。うん、ひろのじょうさんもありがとうございます。あっくんありがとう。ひろぽんさんハート、ハートね、嬉しい。みんなからの、みんなからめっちゃさ、もうちょっと、え、すご、え、40万いっちゃった、はい、40万の玉やだ、花火。顔が引きつっちゃうんだけど、顔が引きつっちゃうよ、ペース早すぎて。ありがとう、たまやん。え、3回見れてる、3回。ね、大丈夫、みんな本当に本当に大丈夫かな、心配だな。レインボータワー、はい、マシュマロありがとう、マシュマロあげる、ありがとうありがとう。あ、そっか、なんかレベルもあるんだね。レベルがこのみんなが送ってくれたポイントで上がるのかな。はい、マシュマロあげる、ありがとう、たくさん送ってくれて。あと、でもあと、うん、3日、金土日、あと3日あるんだよね。でもすごいね、みんなみんなすごかった、本当にね。高猫ちゃんファンすごいよ、めっちゃ早い、嬉しい。食べちゃっていい、マシュマロ、あゆ、マシュマロ一口あげたからこれ出しちゃった、マシュマロ食べちゃっていいかな。あ、あかねちゃんだ、こんばんは、こんばんは、覚えてるよ、元気。タワーだよね、ね、ありがとう、すごい。山ちゃんこんばんは、50と半周、ロボさんありがとうございます。じゃあいただきます。おっきいマシュマロの方が好きなんだ、なんかちっちゃい小粒より、なんか食べた感じしない。頑張った後にさ、甘いもの食べるのって幸せだよね。あ、キリオくんもありがとう、ハート、ありがとう。好き、みんな好き、みんなミクルンターン推し。あ、了解了解、ありがとう藤江さん。じゃあ今ここでここでみんな見てくれてる、みんなはちょっとガチ恋くんとかチコイちゃんなのかな、
ねえ嬉しいね。やっぱさ、おんぼしたくない？めっちゃおんぼしたい。おんぼしないかな、言えば叶うかな口に出せば。おんぼ、これさ、おんぼしたいな。エンプラペンギンさん、こんばんは。ね、今日3発目の花火おめでとう、ありがとう。いや、みんなのおかげなんだよね、本当に。ちょっとだってライトが眩しいんだ。よしのぶさん、こんばんは。こんばんは。じいさん、あ、フロムフィリピンだ。フィリピン、フィリピン、マガンダンハーボンポー、合ってる多分合ってる、マガンダンハーボンポー。こんばんは、お疲れ様、ありがとう。ねえ、キリオくんハート500個も送ってくれてる、ありがとう。ありがとう、本当に嬉しい。イベント久しぶりだからさ、こうやって一気にさ、みんながさ、いつもさ、イベントない時もさ送ってくれてるんだけど、そう、イベントでみんなも一緒に張り切って盛り上げてくれてて、すっごい嬉しい。このチャンスは650万いったらさ、クリスマスライブ2部無料だから、たくさんファンの人、高猫ちゃんファンに興味沸かせよう、一緒に。ありがとう。あっくん、残りの2数で何かプラスアルファ。あ、怖い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 。あ、桜井さんじゃ、こんばんは。ちょっと元気ですか、元気ですか。ちょっと会いたいんですけど。あ、まなみちゃん、こんばんは。ツイート見る前にお風呂入っちゃった。全然だよ、そう、ちょっとギリギリだったからね、お仕事してたの。ふっくん、こんばんは。あー、りゅうじさん、お疲れー。社畜からの。おかえりなさい。ありがとう。好き、好きぴ。あ、花火の数までしか食べちゃダメ？え、何個食べたっけ？もう食べれないじゃん。でも、チョコがある。今日はもう夜ご飯前に食べちゃう。だって約束だもんね。そうそう。あ、本当はミクルンだってご飯食べた後にやっぱチョコとかちょっとデザート食べたいけど、まあ、配信で食べるって約束しちゃったから、やっぱりね、破るわけにいかない。ミクルンあんまり黒のイメージない？確かにないよね。おいちょ、高猫はよく、あ、なんか配信は意外と明るい色着てるかも。普段もかな。確かに。タガネコだよ。仕事が休み、次の日のが休みになるとお菓子とか買って食べる。あ、幸せだよね。いいよいいよ、食べちゃおう。お散歩さん、なんだくん、お名前なんて読めばいいんだろう。海、海、絶対違う。ミクルンが干からびてる干からびてる、おんぼしたい。あ、アントさん、ありがとう。ハート100、キャッチハートって書いてある。 Thank you、 嬉しい。リアルトークもしたいね、本当にしたい。クリスマスプレゼントおんぼかな。でも25日当日は高猫ちゃんと直接会える方はもう、あと配信で見てくれる方も一緒にクリスマス過ごせるね。超楽しみにしてる。え、まさかの高猫、じゃじゃん。なんだよね。お前がザッタガログそうなんですよ。 I live in、 I live in Philippines 4 years ago だいぶ前だけど、そ
そうなんですよ。サラマッポー、サラマッポトガタン、こんばんは。フィリピン語はね、ちょっとね、でも挨拶しかわかんなんか、意外とフィリピン人の方ね、英語喋れるから、そう、英語で話せる、英語で話してたから、タガログ語はね挨拶程度。あ、てつくんだ、こんばんは。てつくん、てつくん相変わらずプロフィールがすごいよ。ミクルンミクルン、星谷ミクルンだよね。ね、ありがとう。みんな25日外れた。もうちょっと、これはもうちょっと、桜井さん配信で見に行ってよ。配信見てよ。夜のこの今さ、イベントにさ挑戦してる、こっちが無料配信に なりそうなの。650万いったら。だからもう夜がライブメインだからさ、見てよ。でもね、お昼も楽しいと思う。お昼はイベントだから。ひでちゃん、こんばんは。こんばんは。まーさん、まーくんかな。はじめまして、はじめまして。高根のなでしこのみくるんこと星谷みくるです。こんばんは。こんばんは。あ、減った。ピールズアップルさんじゃない？お友達のね、お友達がね、田島さくら子ちゃんとね、仲いいんですよ。ミクルン T シャツ、高猫 T シャツ、真っ赤の洋服ならどれ着ればよきって。真っ赤なお洋服にしよう。お洋服にしよう。療養中なので、配信はすごく嬉しい。そうなの？大丈夫ですか？配信は星谷ミクルンは、ミクルンは結構ね、このイベント以外の期間でもよく夜はね、この21時半が定期でやってるので、ぜひぜひお時間を時見てほしいです。でもこのイベントはね、日曜日までやってるから、それまではもうメンバーもみんなガンガンやってますよ。だから不思議な感じ、メンバーがお昼とか12時、今日もね、ももなんとか、もみちゃん、りりちゃんがお昼、なおちゃんもかやってて、大学で私見てたよ。イヤホンつけて。そうなんですよ。やまたん、こんばんは。こんばんは。今チケット発見したら、ライブ超初心者なのに前の方ですでに緊張してる。りょうくん、しっかりみくるん目に焼き付けて、楽しみにしてる。25日配信なら、配信チケット買った、やったー、楽しみだね。すっごい楽しみ。ちゃんとファンサするね、カメラにファンサするから。そうなんですよ。やばいとか言っちゃった。やばい、パソコンの充電があと 3% 持ってこよう。今日はにゃんこがいないからみんな見れないね。ごめんね、にゃんこちょっと今いなくてさ、お部屋に。いたら見せたいんだけど、ちょっといないから、一旦ミクルンのお部屋の壁紙を見ててね。よいしょ。帰還した。よいしょ。帰還。よいしょ。やばい、マシュマロ見ると食べたくなっちゃうの、これ病気だな。ねえ、アドベントカレンダー食べよっかな。今日の分。Did you study here in Philippines? Yes, but I can't speak
ありとタガログのタガログランゴイ。有松さん、初見さんこんばんは。 MV 見た、ありがとうございます。可愛くてごめん、見てください、ぜひ。前回のアンボミクロン一番最初だったし、2日ぐらいで完売したよね。だから買えんかった、話したい。あれさ、2枠あって1個40枠なんだけどね、これからもずっと40なのかな。これからさ、どんどんさ、新しい方に高猫を見つけてもらったらさ、ちょっとずつね、増やしたらみんな話せそうだなって思った。次オンボあったらちょっとみんな、みくるんさ、早めにさ、待ってるね。ちょっと楽しみにしてる、アイルのお話。もう一番はね、一番は直接だけど、でもね、よかった、配信も。あ、無料、あ、お昼も買ってくれるの、フライさん。楽しみです、やった。ってことはさ、当日のさ、直接のライブ会えないの、寂しい。ランスさんこんばんは。てつこ、オンボってミクルンと話せるん？なんか最近もう病気かも。なんか語尾にルンあると、多分意識してミクルンのルンつけたのかなとか、気をつけて帰るんだよのルンとか、帰るんのルンとか、もうね、全部ね、あのミクルンに関係してるって思っちゃうんだよね。オンボ話せるよ、1対1で。友達のお友達が田島さくら子ちゃんと仲いい。あ、ちょっと待って、お友達のお友達が、あ、違う、友達、高校で仲いい友達が田島さくら子ちゃんと仲がいい一個多かった。そうなんだよね。21時半にゃんこ出せ、出さない、出さないよ今日はねー。じゅたんこんばんは。にゃにゃによろくしくは伝えておこう。かべさん、かわいい、みんな、かべるん、さすがにかべるんかわいいはさ、ちょっといいであり、こっちだよ。でみんなにさ、直接会えないからさ、潤ってない唇乾燥してるもん、潤えないよ。10時までのバイトちょうどで上がっていいって言ってもらえたから、25日の一部、よかった、間に合いそう、絶対見てほしいもん、まなみちゃん、間に合い、間に合い。壁しか勝たん壁さん大好きだよ。嫉妬案件ですねこれは。裏ずるい。ポニテの尻尾、ねえねえ、髪の毛さ、茶色くない？だってこれが黒じゃん。暗くしようかね、迷ってんの、どっちがいいと思う？マッキー、マッキーさんこんばんは。おバカさんこんばんは。マサさんこんばんは。ツイッターのオンボプラス即勝のリップ見た？っていつの？いつの名前のオンボのかな。オンボ話そう、アツシさん話すでしょ。ゆりなちゃんこんばんは。こんばんは。オンボファンクラブしか、うん、誰でも買えます、オンボ。高嶺のなでしこの公式 LINE 追加してくれたら。あ、当日も行く、よかったよかったよかったよ。フライさんね、フライさんの、フライさんってあ、ミクルンのこと、一部も行きます。ミクルンのこと結構好きなんですか？あ、やべ、気づいたらちょっと20日半分空けてた。ね、フライさん、ミクルンどんくらい好き？そう、ルンルン病、気をつけて帰るんだよは自意識過剰すぎる。だよね、さすがに違うよね。なのにさ、リプ見てさ、気をつけて、あ、気をつけて帰るんだみたいな、あ、帰るん、なんていうの、ミクルンのこと、帰るんだの帰るんじゃなくて、ミクルンのもうわかんない、帰るん、帰るん、ミクルン、あー、ミクルンだ、入ってるとか思ってた、一人で。夢娘10万回ありがとう、ありがとう、ピコさん、みんなのおかげ。なんかね、写真ね、今日さ、ツイッターにさ、あの、
携帯で整理して載せたんだけど、やっぱ幼くない？めっちゃ幼いんだけど、お顔が。って思った。あ、ノアルン、ノアルン、ミクルン、ありがとう、今日もハート。昨日早速さ、お写真作ってくれたでしょ。あと、ちゃんと好きなのツイート見た。嬉しい。リップとか、タグ付けなしに、ただ単にミクルンのことが好きっていうのをつぶやいてくれるのめっちゃ嬉しい。ひろのじょうさん、ガチこい。ガチこいくんなって。ね、じゃあ開けます。15日はない。え、やばい、なんか多分こうやって話しながら開けちゃう癖あるわ。あったあったあった、はい、ここです。開けましょう。え、あと10日ってこと？あと10日ってこと？そしたらクリスマスまで早い。見て、絶対わかんない形してる。まあ、一旦出してみましょう。あ、嘘、結構わかるかも。はい、なんだろう、わかる？この形で入ってたから多分この向きだよね。なんだろう、なんだろう、これ汽車かな、なんだと思う？え、今更どうしてですか？大好きですよ。大好きを聞きたかったんですよ、ちょっと。フライさんからの大好き。嬉しい、ありがとう。推しメン？推しメンなの？ありがとね、タワーめっちゃ嬉しかった。びっくりしちゃった。音符まだね、申し込みないよ。あればいいなって思ってる。え、夢娘が一番好き？いいよね。最近できてないんだけど。学園さんこんばんは。学長さんこんばんは。ね、バブミチュー。汽車ポッポ？ポッポじゃない？これ多分ポッポ。いただきます。やばい、マシュマロとチョコしか食べてない。ちょっと秘密で ね、こっちに入れがちなんだ。こっちにためがち。タコの足の一部かな。そういう発想もありだと思う。でもちょっとタコクリスマスあんま関係ないかな。すっぽんはもうわけわかんないな。ちょっとソリって言ってる。トレイン、青春トレインを思い出して。でも正直さ、汽車サンタと関係あるのかな。ポッポでした。これはこれポッポですね。どう見てもキシャポッポでした。今日は当たった方おめでとう。ミクルンと考え一緒だ。あ、美味しい。また明日だ。一回も当たったことなくて悲しい。当ててよ、当ててよ。ミクルンは先に言ったじゃん、今日のこれは汽車じゃないって。でも歌はタコの足の一部かなって言った。ハトポッポじゃないよ、ウタポッポ。ウタポッポ。なっちゃんさん、なっちゃん初見さんだ。はじめまして、こんばんは。高根のなでしこ、これです。漢字はのみくるんこと星谷みくるです。エクボがちゃんポイントの大学1年生18、19歳、赤色担当です。雪村さんこんばんは。こんばんは、書店さんだ。ヤッホーこんばんは。高猫、高根のなでしこ知ってるかな。
ぜひ可愛くてごめん、可愛くてごめんって MV 見てほしい。ポニーテールの子です、私。トトさんが聞こえです、こんばんは。こんばん、あ、間違えた、危ない、一人で返したこと、こんばんは。フライさん喋ってるとミクレンのこと一番好きそう感出てるって。そうなの？ちょっとこれはオンボでじっくり聞かせてよこれはオンボでちょっと本人の口から聞くしかないな。あ、赤ペンライトもありがとう。フライさんより俺の方が大好きだよ。え、待って、さっきささん付けしちゃった。え、藤江ってそんなに愛をさ直接さ伝えてくれるタイプなの？嬉しい、嬉しいんだけど。タコも赤だし、そうだよね、赤色を考えてくれたんだよね。タコって、あ、あ、紫、赤、赤か。ポッポ、待って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 、なんかさ赤ペンらさ大量発生してさ今一瞬バグるんだった赤色担当です。赤、赤大好き、赤大好きなの。スクショしてるかなねえ、めっちゃ送ってくれてたねえ。ティーガーありがとう、ティーガー。え、すごっ、赤ペンらの、赤ペンラの嵐がすごかった今ね。嬉しい、ありがとう、ティーガー。早くね、お見送り会楽しみだね、クリスマスライブの後。嬉しいんだ、お見送りでみんなの顔近くで見れんの。でもね、一瞬じゃん、だからみんなさ、みんなさ、例えばミクルの前のメンバーの子とかでこうちょっと長くお話ししてると、はい、こっち行ってくださいって、あの通されて話せないから、ちゃんとちゃんとあのお話したいね、一瞬一瞬だけどどっかで詰まるとあの後ろ流されちゃうからさ。ミクルンはそんなみんなを見たくない、見たくないのよ。耳かけかわいい、やった。なんか触覚ないとこんな感じなんだね。もみちゃん似合うよね、触覚ないとこんな感じだ。こっちはなくてもなんかいけそう高根みんなかける。よたはちさん、初見さん、こんばんは。高根のなでしこのみくるんです、こんばんは。こんばんは、こんばんは。可愛くてごめんの MV 見て、来たよみんな、来たよ、来た。可愛くてごめんから来てくれたって、初見さん嬉しいね、ありがとう。雪村さん、ミクレンのさツイッターさ見ました？もうチェック済みですか？ぜひぜひプロフィールから飛べるから見てね。あの可愛くてごめんのオフショとか動画とかね載せてるから、嬉しい。じゃあもう私の名前は完璧に知ってるのかな。ね、来年成人式？再来年か。早いね。どうしよう、な、何着よう。何色がいいんだろう。おもちさん、こんばんは。ひこさんだ。え、ご無沙汰してます。元気ですか？こんばんは。みくるんめっちゃ元気だよ。よごれさん、こんばんすん。こんばんすん。今日何時まで？今日？で1時間やって10時35じゃん。イラスト描いて、やばい。22時40って言っとく。40から壇上読み始めるね。
土踏みさんこんばんは、こんばんは。見てる、見せる。あ、本当だ、視聴者さんが1000人超えた、やった、1000人以上の方だ。こんばんは、こんばんは。じゃあここで一個自己紹介、みんなに、みんなと一緒に、みんなにちょっと、あ、でも今ねカウントしてる方もいるよね。ぜひカウントとかお星様終わってる方、ぜひあの、え、待ってね、ちょっとね最近ね自己紹介普通のしかやってなくて、星谷みくりですしかやってないんだけど、あるの自己紹介本当は。じゃあエクボがチャームポイントのって言うから、みっくるーんって送ってください。みっくるーんって呼んでほしい。自分で言うスタイル聞きたいな。1000人以上見てくれてる中でみっくるーんって呼んでくれるの聞きたいな。星羊さん25日お見送り初なので緊張するかも。え、あ、ぜひさ教えてよ、僕だよ私だよって。みんな、では行きますね。うん、エクボがチャームポイントの、ミクルンだよ。ミクルンはね、ねえ嬉しい、めっちゃ送ってくれてる。いやーやば、嬉しい。なんかそう、ミクルンって言ってくれる人もいれば、ミックルーンの人もいれば、ミクルーンはいないかな、ミックルーンもいれば、ミクルンもいれば、そうみんなね人それぞれでね名前呼んでくれるのめっちゃ嬉しい。あ、メンバー1の甘党で最近はクリームブリュレにハマっています。あ、でもそれプラスマシュマロとバナナチョコも大好きです。好きな食べ物はオムライスで、得意料理もオムライスです。趣味は特技はファンの方の名前と顔を覚えるのが早いです。ウルトラタインさんこんばんは、ポチポチだ、こんばんは、ポチポチ、やっほー。ミクルン先頭に立ってファンをせき止めてください。え、そう、あのねそう、並び順を事前に知りたい。あのね、あの並びが本当にあれとか、あとリリーベがあったんだけど、リリーベも A と B に分かれて5-5でね分かれたんだけど、ああいう並びは決まってなくて、メンバーが自由に立つんだけど、最初に立つか中間にいるか最後に立つかで結構ね違うよね。ミクルンさ、ちょっとさ、クリスマスどうしよう、一番最初行こうかな、かでも一番最後はねどうだろう。一番最後、そう、みんなと話したい。ミクルンが呼び込むの、皆さんこっちです、ここから先頭ですって言ってタチェックルさんこんばんは。ねえキリオくんありがとう、ありがとう、ハート、好きだよ。キリオくんのね、そうアバターもイカだし、アイコンさ、キリオくんさ変えたでしょ、このミクルンなから変えたでしょ、あのイカみたいなやつ、あれ可愛いよね、あれねキリオくんのイメージあるの。できればミクルン一番最初か最後だって。え、ちょっとさ今さ決めとく、マニフェスト、マニフェスト決めとく。お見送りのね、お見送り会はね本当に一瞬なの、本当に一瞬、本当に一瞬だけど、その一瞬もやっぱり大事じゃん、逃したくないよね。そう、さっきのティーガさんなんかかけるペンら線出たわ。え、すごっ、そうだよね、あの量だもん、もうバグるんだったもん一瞬。うわ嬉しいな。ミクルン一緒に成人式行こう、ゴマプリンくん、え、ゴマプリンくんのさ見たいな、
あの何スーツかな見たい。ツイッター、TikTok もフォロー。さすがです、ありがとう。インスタもやってるよ。あ、乙女どもよの MV から見に来てくれたんですか。え、ありがとうございます、嬉しい。え、すごい、早速見に来てくれて、ペンライトも1000個もすごい嬉しいですね。ちょっとぜひミルくん可愛い宣言待ってますので。あ、タジボンだ、こんばんは、元気、久しぶりこんばんは。あ、音痴をの MV 見て気になってきました。あ、あのお気に入りのポイントはあの、あ、君の匂い触れてみたいっていうフレーズ歌ってるんですよ私。そう、その子ミクルンなんで、ぜひぜひ覚えてください。ミクルンって横が気になってきました、やったなんかみんな見たことあるぞ。マジックさんこんばんは、水金さんこんばんは。あ、あっくんおやすみくるん、そうだよね、ちょっとね始まるの遅かったから、おやすみ、ありがとね、いつもツイートつぶやいてくれて。ひろゆきさんこんばんは。差し出されたイヤホンが君と私をつないだ、音楽は耳に入らなかったの画像長あ、差し出されたイヤホンが君と私をつないだ、音楽は耳に入らなかったの、乙女どもよの制服を着てる時の、だけどなぜか音痴用の歌詞をイメージしたあの写真を見て気になってくれたんですね。ありがとうございます一緒に聴く音楽ね、嬉しい、ミクルンだ、ミクルンめっちゃ連呼してくれてる、嬉しい。リンゴちゃんありがとう、もぎさん、黒髪さんありがとう、今までさ多分さ勝高さんありがとう、ノアルン、みんなさ聞いてた人もさ一緒に叫んでくれてる、どんぐりさん、クローバーさんありがとう、マジックさんも早速、あ、タジボンもだ、嬉しい藤江だけ幅が広いんだけどミックルーン、ビックルマークビックルマークビックルマークが10個ぐらいあるからありがとう。誰だ、お一人、星谷だって。リュウジさん、ねえねえリュウジさんさ、ももこちゃんにさ呼び捨てで言われてない、名前さもうちゃんと覚えたのかな。エミクルンもさリュウジにしようかなあ、モッタンありがとう、モッタン座席見たよ、ちょっと最善のあったね、嬉しい。認知ください、認知するので、あのオンボ、ぜひオンボで会いましょう、なんちってしてるよん。あ、リリちゃんガチ恋です。え、ガチ恋ちゃんなんですか、リリちゃんありがとうございます、ありがとうございます。今日のお昼見に行ったからかな、嬉しい。あ、ビジー担当、あ、ありがとうございますそのうち顔出します、待ってるよ汚れさん、待ってるよ。あんな素晴らしい絵を描いてくれる汚れさん気になる。バイトでクリームブリュレ無限に焼いてました、いいな、え、どこですか、いいな、いいな、え、な、何系、何、え、何、どこで働いてたんだろう、あの店名まではなくてもカフェ、それともファミレス、クリームブリュレ焼いてんのいいな、食べたくなりません、焼いてると。どうかももこちゃんよりも前にミクルンを設置あのあれね、お見送りね、お見送り、すごい。すみちゃん TGC 北九州で初めて高年なでしこ、このロゴ、このロゴですね、高年なでしこの、ありがとうございます、高年のなでしこのミクルンです、嬉しい、ありがとう。アシカさん、あれ、こんばんは、私知ってるかな、お見送りって名札とか、あ、全然ね知ってる方いるよ、こうやって見せてくれる、これだよっているよ。お見送りを一緒にするかお話し会にするかは最初の人間次第みたいなところあるよそうな、え、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、累計達成しましたって出てる、え、今、え、あ、皆さん累計で、全体で650万ポイントいったらしいです
ナウナウですナウ。え待ってめっちゃいい時に立ち会えたんだけど、やってよかった嬉しい嬉しいな。ちょっとだってもしこれさ9時半から正式に始めてさ22時半に終わったらさ7分遅れで達成だったの見れなかったね。え嬉しい、ちょっとすごくない？えちょっと待ってすごい。えこれ今さこの時間誰かやってる？メンバーちゃん、メンバーちゃん、メンバーちゃんやってる誰か？えちょっとすごいんだけど、やっぱタイミングいいね。えありがとうみんな。あっももなんとももこちゃんやってる？えすごい、みんなお祝いじゃない？ありがとう、びっくりしたびっくりした、ちょっと心臓に悪いね。えありがとう、すごいね、おめでとうだね。よしじゃあ歌おう。ちょっとすごくない？ありがとう。ミクロのバクレス好きになってね、もったんもっと好きになってね。コンサートタイトル考えたのに投げてない僕です。あヘイホーさんだ、知ってるよ。あちょっとアバター変わってるけど、そうなんですよ、コンサートタイトルね決まりましたよ。一番大好き、やった、一番大好きでいて、ね、やばい、音楽止めたらさお腹鳴る音がさ聞こえそう。色彩さんかな、初見さんだ、ハーフツインしか、こんばんは。あの私のね今日のプロフィールから飛べるんですけど、ツイッターにハーフツイン載せてるので、載せたばっかなので今日見てくださいね。えすごっ、達成したって、えなんか実感湧かないね。だってあれ昨日だよね始まったの。そうメンバーの子もね、私学校だからさできなかったんだけど、朝早くとかお昼にやってる子もいて、あとファンの方のおかげだね、嬉しい。ちょっとすごい、リリちゃんいる、リリちゃん達成したって、リリちゃんすごい。あと15万だったのが今達成したの、あすごい、みんなお祝いだ、お祝いだこれは、すごい、え嬉しい、なんか嬉しい。あやっぱりさアシカちゃんってあのアシカちゃんでしょ、リちゃん推しのアシカちゃん、絵文字でこれはね予想した、すごいね。ブリュレはレストランのデザートの一つ、あと沼にはまりそう、ミクルの、うん待ってるよ待ってるよ、早くお顔見たいな、みんなの、あじゃあちょっとツイッター見ちゃおうかな。ねえおめでとう、すごいね、わすごい、ポチポチがももこんとこでレインボースターでゴール決めた、かっこいい。かっこいい、すごいね、ポチくんナイスゴールだよねこれ。すごい、無料だ無料、ちょっとみんな本当に25日さクリスマスだけど、高嶺のなでしこちょっとお願いだからこれ見て、ってこれ一緒に見ようって、ちょっとミクルンも友達に言おう、これ見てって、絶対喜ぶ、ありがとうみんな。ムクノバさんこんばんは。そう聖夜の約束入れたかったんですよ、私個人的にあのクリスマスの夜のさライブだから聖夜いいなって思ってて、いや長かったね、いや本当にありがとうねみんな。私の体感時間は本当1日なんですけど長かったのかも。ずったかさんこんばんは。そうね昨日のさ双子座流星群見れてなかったんだよね、ちょっと歌おっか、歌えるかな、よいしょ、歌っちゃおう、歌ってるかな他の2人も、このー歌っちゃおう、あが録画開始しました、早い、
ねえ、早いって。早い。まだ決めてもいないよ。そうだね。可愛くてごめん。可愛くてごめんね。この間ね、一回だけしか歌えなかったから。ちょっとエコーとか使エコーとか聞かせちゃおっかな。この間さ、全然なしだったけど、どのくらいがいいんだろう。チューとかなんのかな、大丈夫かな。エコーエコー聞きすぎだったら教えてね。ではでは、いきまーす。あ、それビブラート。はい。私が私のことを愛して何が悪いの、シートでしょうか、痛いだとか変わってるとか届きませんね、そのリプライ。大好きなお洋服、大好きなお化粧で、お決まりのハーフツイン巻いて、お出かけしよう、日傘持って、帽子だって幸せだもん。可愛くてごめん、生まれてきちゃってごめん、あざとく気になっちゃうよねごめん。可愛くてごめん、努力しちゃっててごめん、ちょっと尊くてごめん、女子力高くてごめん、ムカついちゃうよねざまあ。歌ってなかった、ね、あとちょっとエコーにびっくりしちゃった、めっちゃエコー聞いてない。あなたはあなたのことだけどうぞ、私に干渉しないでください。今友を呼ぶと呼ぶけど届きませんね、その陰口。重い厚底ブーツ、お気に入りのリュックで、靴せない前髪くしでといて、お出かけしよう、軽い女、ふざけんな、重すぎる角。可愛くてごめん、この時代生きてごめん、ちゅ目立っててごめん、意識しちゃうよねごめん、ちゅ可愛くてごめん、自分磨きしてごめん、ちゅぶりっ子でごめん、トリコにしちゃってごめん、ムカついちゃうでしょざまあ。趣味の違い、ちょっとお待ちくださいね。負けたくない、怖くもない、あんたらごとき、自分の味方は自分でありたい、一番大切にしてあげたい、理不尽な我慢はさせたくない、それが私。ミラーボールありがとう、めっちゃライブっぽい。ちゅ、かわいくてごめん、生まれてきちゃってごめん、ちゅ、あざとくてごめん、人生楽しんでごめん、かわいくてごめん、努力しちゃっててごめん、ちゅ、尊くてごめん、女子力高くてごめん、ムカついちゃうよねざまあ。ねえ、でもさ、ちょっと今日さ、ずっとさ、大学でさ、そのお友達と話してないからさ、今日話してなさすぎて、いきなり高音出しちゃった。ごめんね。いつも落ちサビの息が危ない。落ちサビ。
でも自分のとこはちゃんと歌いたい。自分のとこは歌いたいんだよね。なんです。一番の見どころは、それが私なんだけど、なんかワンコーラス目で T がフライングしたでしょ。それが私。全然まだまだだったよ。笑いそうになっちゃった。笑いそうになっちゃった。そう、もみくるんのおたげも取らなきゃ。そうなの、そうなの。ミラーボールタワーだよね。え、タワーだったの？ミラーボールの。ねえ、ありがとう。そう、歌ってる時ずっとライブだった。え、すごい、ありがとう。ねえ、すごいんだけど。初めてかも、歌ってる時ずっとライブ風になってんの。ありがとう。ちょっとあれだね、あの温房したいし、あとお見送り会、みくるんさ、最初行こうかな。一番最初、ライブ終わって一番最初か最後。でもな、最後 いけるかな。最初か最後か分かんないけど、それとなく。それとなくかも。宣言しとこうかな。星谷ファンの人みんな誘導して連れてくるから最初でって思った。あ、もう50分になっちゃった。早いね。早っ。11時になっちゃう。あ、マシュマロ開けちゃった。ほんとごめん。ちょっとやばいですね。やばいやばいやばい。まだ食べてない。え、やばい。無意識にさ、手に持ってんのやばくない？マシュマロ、みんなのために開けたから。はい、あげる。みんなのために開けた、自分じゃなくて。食べてないから、食べてないから。ちょっとなんか最近さ、メンバーちゃんさ、メンバーちゃんさ、タワーとかお礼をストーリー載せてるじゃん。星谷もあれやってみたいな。あれやってみたいんだ。絵描けるよね、そしたら。手を振りながら後ろに下がるところ、ここだ。痛いだ、あれ、うん、痛いだとか、顔は当てるとか、届きませんね、届きませんね、そのリプライでしょ。あそこかわいいよね。誘導させちゃう？ミクルン誘導させちゃう？しちゃって。課題してるからありがて。甘いの食べて。あ、食べな、だって。優しいのある。じゃあ食べるね。じゃあ食べちゃうね。うん、ちゃんと夜ご飯食べれる。全然お腹空いてるもん。食べちゃった。みんなね、あげてから食べた。本当に食べたかな。ニハオニハオニハオ、合ってる。めっちゃみんな言ってる。めっちゃみんな残念がってる。俺は可愛いから許す。
ねえ、ありがとう、優しい、甘やかして。梅干し食べるから、梅干し食べれるようにするから。一旦口の中にマシュマロを、うん、ここにまだ入ってる、こっちにまだ入ってる。ね、なのでちょっとタワーはストーリーにね載せたいから、名前だけさメモしていい？タワー送ったのに呼ばれてないよって人いたらさ教えて、みんな教えてほしい。ティガとフライさんとフジエ、ハートさ500個とかさ、そうたくさん送ってくれてた人もいるよね。教えて、他にこの人、この方タワーだよってあったら。ちょっとストーリーに載せるね、だから待っててほしい。だってさ、やばい、ラブレター送ってツイッター更新してインスタ更新してあと1時間1時間切っちゃった。そうだから、ちょっとこれ以上伸ばすと危ないんです、間に合わなくなっちゃう。毎日見くるんだから、そう、0時行く前にやんないといけない。ねえ、合ってる？タワーさん、タワー合ってる？送ってくれたの3人？3人かな。あとも僕送ったのあるよってなったら教えてね。明日、明日ね、明日は明日も夜この時間にやるね。この時間にやる。ちょっと遅くなっちゃった、ごめんね。盛り上がっちゃって、ありがとう、花火3回も見せてくれて。そしてみくるんの配信中にすごい650万まさか達成した瞬間に立ち会えると思わなくてめっちゃ感動してる。ありがとね、みんなのおかげで。高猫をまだ見つけてない方も知るし、無料でみんなにも配信でね、高猫クリスマスで一緒に過ごせるし、直接会える人はもちろん超楽しもうね、本当に楽しもうね、楽しませるから。いやー楽しみだな。ライブさ今週とかなかったからさ、ないじゃん。だからもうみんなに会いたい欲めっちゃ強いんだよね。ではもう終わりかと思った。あれ、だって明日お話ししたいじゃん。13位から読むね。13位大ちゃん、12位ノアルン、11位アントさん、10位黒髪さん、9位ヒロノジョーさん、8位ピコさん、ラッキーセブン踊りさん、6位クロエさん、クロエさん5位ノンタン、4位キリオくん、ありがとう。あれならね、イカ好きなのね、覚えとこう。3位ティーガ、2位フジエ、1位長文さん、長文フライさん、ありがとうございます。初めてミラーボールタワーとか赤ペンダだけのタワーとかも本当にもらったことなかったから、ありがとう、楽しかった。ゆっくり寝てね。でもまだダメ、ちょっとみくるんがインスタ更新してラブレター更新してさ、通知がいったらさ、あ、みくるん起きてるってなるからそれを見て寝て。おやすみ、ありがとう、ありがとう、本当に楽しかった、幸せだった、幸せな配信だ、ありがとう、素敵なの景色見せてくれて。また明日ね、おやすみ、くるん、おやすみ。